あんまり私から話することなくて、本当に向こうが何食べ行ったかとか、芸能人誰と知り合いだみたいなのを、マウント取ってるとか。何やつ、みたいなやつ飲んでんの。今日はコギックさん、フリーター25歳ということで、はい、なんか外国の血入ってます？半分こうです。どことの？パパがイランで、ママが日本。あ、イランなんや。目元がね、綺麗な目元で、口も綺麗やけど。なんかついでに褒めた。褒めた。ついでに褒めた。今日褒めんの下手やね。コギックさんの今日のテーマが、経営者って本当かな？え、どういうこと？どういうこと？なんか経営者って、経営者って言うけど、うん、なんか何の経営してるとかあんまり言わない人が、うん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 、いろんな、多い。いろんな。さっきもそういう人来たね。やめなさい。ちょっとやめなさい。カットカット。こういう土地は持ってるとか、こういう人と友達だよみたいなのめっちゃ言ってくるけど、実態がよくわかんないっていう。おるよな、確かに。その何やってるんですかって経営、ちょっと経営させていただいて。そう、何の経営ですかっていうのは聞けないしね。そう、ね、そう、聞いちゃいけない気がして。どのような場でそれを言われるの？普通に居酒屋とか行って、友達と飲んでて、話しかけてきた人が経営者で、みたいなのがたまにあって。あ、そんな話しかけてくんのみんな。うん、たぶんあるみたいで、私ら全然話しかけられへんよな。話しかけられないよね。やっぱ若さとかパワーみたいなものもあるよな。ずっとしてるもん私たち。え、やっぱこんな感じだもんね。誰か話しかけてこうへんのかな。来ない、来ない、絶対来ない。やっぱそういうことよ、だから来ないんだ。そうや、そうや、明るい感じでいるからね。元気で、そこで経営とかしてるんだよねっていうのよ。そう、結構人の話聞くの好きなんで、うん、それ聞いてるとやっぱちょっとこうベラ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 喋るじゃないですか。自慢とか顔もそうそう、うん、やっぱそれを聞いてても本当かいみたいなのが結構多くて。最近のやとどんなのがあった？医療系のプラセンタとか。プラセンタっていうのが人間の胎盤のね、やつを血液とかに注射するとなんか若返って元気になるとか。なんかそのお医者さんではなくてよくわかんないんですよ。ちゃんと話聞いてんの？なんか楽しそうに喋ってんなと思ってまあ嘘ちゃう知らんけど。もしも怪しいなって思う場合はやっぱ話し方とかもあるから。でも中にはあ、ほんまにすごいんやなっていう人もいるでしょ、うん、ちゃんと経歴を言う人とかはさ。だいたい経営者と言ってる人なんか何やってるんですかって聞いた時にいろいろって言ってるイメージ。でも俺も飲み会とかで何やってんのって言われたらいろいろって言ってんね。あんたも怪しいやつじゃん。いろいろっていう YouTuber とかやや言いたくないじゃなくて、あの YouTube もやってますしテレビもやってます。そんなん言いたない、恥ずかしいやんな。いろいろ自己紹介、僕は YouTube もやってるしテレビも出てますし、なんか総合的なタレントをさせていただいてますって絶対言いたないやんそんな。細かいことは聞いたりせえへんの？聞いちゃいけないのかなって、なんか踏み入られたくない領域があるのかなと思って、どうぞって聞いてますけど。いや、私もちょっと経営に興味があるんですけど、うん、みたいな。経営、ちょっと具体的なこと聞いてもいいですか？大変恐れ入りまんこって言って、それでも最後が、うん、今うってなったよ、多分。それを言うと、俺の女にならないかの本、お金は俺が出すから経営なんて気にしなくていいからっていう風になる人が多い。そこまでの話に行き着くの？貯金の額を教えてくださいわ。貯金の額、貯金があったらさ、別に経営が本当だろうとなかろうと貯金があるんやったらよくない？確かに貯金してんのかな。毎月毎年でっかい額のお金が動いてるから、なんか貯金すらしてなさそうじゃない？なんか、でも貯蓄がないとちょっと。貯金はしてないけど常になんか30億円は動いてるぜみたいな。貯金って言ったらなんかありちゃんみたいな細かいこと言う人がいるから口座なんだかって言い方でしょ。そうですね、うん、どんな話するの、その経営者とは。あんまり私から話することなくて、本当に向こうが何食べ行ったかとか、芸能人誰と知り合いだみたいなのをなんかマウント取ってるとこなんだ。何やつ、みたいなやつと飲んでんの。え、経営者とはさ、うん、あとどんな話するの。子供をとりあえず産みたいな、そう、自分の資産をとりあえず受け継ぐ人が欲しいみたいな、子供産んでくれっていう人が、うん、だって付き合ってもないの、その人と。あの、言って言われたことある私え、付き合ってもないのに奥あげるとか、もうマンション買って奥貯金に入れて、もうその間の毎月のあれも見るから、めっちゃ産んでくれたらもうそれでいい。なんで産まんかったの。いやめっちゃやん。だって1億円くれて子供産んでくれて、それでずっとそう、ずっとあれや、最高じゃねえか、いいやん。だからもうもう別にあの人工授精にしたらいいやん。それ、いや、それは多分できないんじゃない。家庭も含めてだと思 う。1億ならよくない、もうそれだったら。もうその場で決めて、今俺とこう話してる今この場で今すぐ決めてって言って、いや、ええー、ってなってたら、経営者はね、決断力と判断力が大事なの。いらんなそれ。そう、私経営者じゃない。もうてめえの経営者マウントはもういいんだよって。じゃあそこで逆に条件出したらいいやん。5億なら即決、今決断を出して決断出してください。5億ならやる、今からやる。そう、今すぐこのカードに入れる、さ、決断しろ。5億か。そういうのにでも惑わされへん人なんやから大丈夫そうやな。でもおもろいな、経営者自慢してるやつさ、向こうの女の子はえーって聞いてるけども、こいつほんまに経営者なんかなと思いながら聞いてるって考えると哀れな奴らだねって思っちゃうね、その経営者。でも多分それだけじゃな
いよ、マウント取り上げてめんどくせえなとか思ってるってことでしょ。いろいろな思ってるんやんなっていう、恥ずかしいよその辺の経営者たち若い女と飲んでお金で釣って宅代払ってでもバカにされてんだよいくら金に物を言わせたってあんたたちは雑魚なの。ありがとうございます。でも素敵よね、なんかシェリーとかに似てるから性教育の動画とか撮った方がいい。性教育オンリーなんだ、うん、シェリーがやってるから。